日活創立100周年、日本映画最高の伝説が今最新のデジタルリマスター技術で鮮やかによみがえる。天才川島雄三の渾身の傑作、豪華キャストが結集したエンターテインメント超大作。幕末太陽伝、この映画が誕生しました昭和32年品川。これはさらに95年を遡る文久2年、品川遊郭での波乱万丈の物語。この俺が懐に一文も持ってねえってんだから面白いじゃねえか。その居残りの左平次と申しますんで。腰抜けバッグに水をぶっかけんだ。一面二百文字に負けてきゃよ。おや、あっちお前だけが頼りなんだから、お前だけが頼りなんだから。お父っつぁん、あっちは女郎でござんすよ。だましますよって看板かけてこの商売してんじゃないか。いっそのこと信じでもしようかしら。まだかいないもんかね、連れてっちゃってもよさそうに。金庫なら構えやしないよ。あの子だっていい着物を着て幸せになって。あたいお女郎に出されるんです。めさめさしなさんな、バカ。どうせ旦那方、百姓町人から絞り上げたお上の金で、やれ上位の勤労のと騒ぎ回ってらそれで済むだろうが、こっちとは町人はそうはいかねえんだい。何？てめえ一人の才覚で大当たりするからにゃ。首が飛んでも動いてみせなさ。生きる力にあふれた日本映画の至宝が、半世紀の時を超えてよみがえる。地獄も極楽もあるもんけ、俺まだまだ生きるんで。幕末太陽伝。